ていうかうまく引っかかってるっていう感覚もない、うん、上もまあコンプレッションなんですけど、ですが、はいかちゃん来て、あ、俺。こんにちは、クライミングチャンネルです。今日は、村井隆一大先生にお越しいただきました。はい、雨の中ご足労様でした。ありがとうございます。お願いします。お願いします。まあ、一応説明しておくと、その日本クライマーメーカーっていうのは、あの、まあ、日本のクライミング界のプレイヤーたちにこうお越しいただいて、まあ、どんなトレーニングしてるかとか、なんかどういう日常生活を送ってるのかっていうのを、まあ、そのインスタのアンケートのこう質問を集めた質問をもとにいろいろ聞いててお答えいただくっていうものなんですけども、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ今日はあの、まあ、コロラドから帰ってきて1週間ほどなんですけども、まあ、それ他のも含めていろいろお伺いできればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で、出身は？出身は千葉県。千葉県、はい、岩のない千葉県。岩はもないですね。岩のない千葉県。山もないです、ね、山もない。海しかない。海しかない。海もあるといえばちょっと語弊がちょっと遠いわかんないですけど、千葉で、あれですよね、ヒデさんも千葉です。ああ、そうですね。ヒデさんも千葉です。もがしさん、はい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 、カズマさんとか。そうですね。なんかみんな千葉県に今ないのに、なんでそんなに強い人育つんですかね。やっぱなんか学校に壁があったりとか、結構昔からあるんですね。そう、まあ、昔からあるジムが、うん、まあ、そうですね、あんまり結構限られてたん で、 そうです、ね、自然と集まっていったって感じなんですかね。なんかいい。今はリードとボルダーはどっちがメインですか？うん、聞くまでは基本はそうです、ボルダーで。聞くまでですけどね。リードはほぼほぼやらないですね。ほぼほぼ。あれも、あれ去年なんかリードジャパンカップ普通に出てませんでした？まあ一昨年と、一昨年かね、一昨年に2000じゃないか。そうです、日本選手権か。ああ、でもまあほぼほぼほぼやらない。そうですね、あんまりやらないんですけど、まあ今年はちょっとリードメインに攻めようかなとは思ってて、なぜちょっと岩場のルートをはいはいはい、はい、ちょっと最近やってみたいなって思うような。あ、なんか去年か一昨年かなんか、小川山のあそこのマライワの下のところのメランジかなんか。そうですね、メランジは、まあ、結構ボルダリーって言われるんですけど、ね、あの日が初めてのルート。そうだから、その初めてリードをやってみて、でなんか何トライかでメランジできたんで、まあでも結構あれどちらかというと手数が短くて。そうですよね、ボルダリーな要素があったんで、まあ、対応はしやすかった。対応しやすかった、はい、そんなこと言えるようになってみたいな。なんかあのニュース結構好きだったんで。おかしいでしょ。何、もうちょっと長いのやるべきだったあれ。でもなんかあれ、新田さんと圭一郎が登って、でそのなんかアフターブレイク、まあ、第3投みたいな感じ。そうですね、新田さんが登った時がもう駆けってと。はい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 。聞くまでもないかもしれないですけど、岩場とコンペどっちが好きですか？まあやっぱ今は岩をメインで、まあ、もちろんコンペもコンペで好きなんですけど、はいはい、まあ、力を入れてるのはどちらかというと岩になりますね。まあまあ、ね、まあ、まあまあ、1週間前もね、かっちに行ったぐらいですからね。あれはまあコロラドの話しますけど、あれは 何週間ですか？コロラドはまあ2週間ですかね。2週間と、そうですね、2週間ぴったりか。向こうにいたのは2週間ですね。まあ彼女と一緒に。そうですね、2人で行ったんですか？2人で行きましたね。あ、まあ、なんか、はい、もう他も誘おうかなと思ったんですけど、なかなかやっぱ、まあそうですよね、2週間休める人ってあんまり、まあ2週間休める人も確かにそうですけど、その2人の間に入って3人で行きたがる人間もなかなか多くないと思いますね。まあそうですね、気遣ってもらったんでね、きっと。そういうことですか。いけたけどちょっと遠慮しちゃったってなっちゃったんですけど、成果としては、まあ、一番でかかったのはザッケン。そうですね、まあ一応一番の目標、あれ目標にしていた。そうですね、とりあえずこれは絶対登って帰ろうと思ってた方で、ホールドはまあ基本その岩の形状的にはルーフで、はいはいはい、まあ、基本は価値で、価値なんですけど、こう価値のコンプレッションで、はいはいはい、でかつ、まあ、その手が悪いんで足もしっかりコンプレッションしないとこう剥がされちゃう系なんですよ、株の方、はいはい、で上はどちらかっていうと、もう上もまあコンプレッションなんですけど、はい、もう足がどんどん切れる。そう、なんか足なんか残ってる写真を見なかったって。足はもうすごい上の方が振られるんで、とにかく腕で、はい、そう、あの振られてバーンっていうあの写真がなんかとにかくこうなんかこうなんていうの、うん、こんなそう抑え込みながらどんどん、そういうのが得意っていう。そうだな、まあそうですね、どちらかというと
結構ルーフのクライミングが好きなんで、もともと塩原とか結構好きなんで。あ、大好きですね。あの、なんだっけ、ハデス、ハデス。あ、はいはい、こそう、この間ノムシンが登った、はい、あれダイビングそうですね。あれ関係ない、あれ夢だよ、ね、あれは、そうですね。てか今まであそこにラインが引かれてなかったの結構びっくりする。なんか一個だけ、そう、ハイドラの上の方を見ると、うん、なんか一個だけこのガバがあるのは結構前から知ってたんですけど、はいはい、それをなんか塩原の、まあ、なんか別のプロジェクトをやってる時にレスト中にこう維持してたら、レスト中こうなんとなくボールと繋がってるかもみたいな感じで、レスト中にやってた遊びの産物と。そうね。なるほど、まあ、レスト中は大体こうライン探してますもんね。暇じゃないですか、ね、確かに、はい、いや確かにっていうか、まあ、ここ行けるかもみたいな。あ、なるほど、ずっと見てますけど、まあ、ホールドが見えるようになってしまうってことなのかもしれないですね。そういうのは確かになんか最初は全然なかったですね、うん、その他のラインを見つけるみたいな、うん、その全然考えもしなかったですけど、その課題にもずっと集中してて打ち込んでるかね。じゃあなんかこう自身のこう思考性としてこうなんか初等したいとかっていうのも案外あったりする、うん、あるかもしれないですね。実際してますからね。そうですね、まあ、基本は今はその既存のハード課題を攻めるスタンス取ってますけど、はい、やりきったらそうですね、やりきったら、まあ、やるよ、世界にいっぱいあるからな。そうですね。じゃあこんなこといきなり打ち込むのもあれですけど、クライミング以外の趣味は？以外の趣味か。なんですかね。なんだろう。趣味。最近はまあなんだろう。映画とか。映画。結構見てるし、あとはまあそうだ、暇の時は結構。まあ、クライミングによって関係するんですけど、クライミングの動画とかは見てます、ね、いやまあそうだよな、ね、なんか学生の頃とかやっぱそうだったんだよな。クライミングしてない時はクライミングの動画見てみたいな。そうですね、大学の時はなんかテニスのサークル入ってたんで、はいはい、それはちょっとそっちやってました、ね、常時テニスは。そうですね、なんかちょっと休日ずっとやりたくて、今までやってなかった、はいはい、なんかバドミントンかテニスでやりたいなと思って。難しいです。クライマーはあんまりキュウリ向いてないかな。クライマーキュウリ向いてない。いや、わかんないですけど、なんかあんまりクライマーでキュウリできる人ってパッと浮かばないですよ。確かに、まあ、なんかね、近いところだとお前のあやちゃんとか、はいはいはい、バドミントンのサーブが当たらないっていうのよく言ってますし、スキップができないとか、多分なんかあるんです。なんかあるんですかね。むしろそういう人の方が強いのかな。運動神経のいい、運動神経は確かに、まあ、運動神経が別に悪くても、運動神経悪いとか球技とかスキップとかできなくても、そうですね、まあ、保持力関係ないですからね、まあ、登れるっていう神経は、ね、おかしいな。まあでもプラスアルファで運動神経はない、あるに越したことはない、まあ、あるに越したことはないですね。だってもう誰、いつもどこで登ってるんですか？まあ基本はそのやっぱりあのエイペックスに勤めてるんで、そうですね。まあ四谷店と新宿店の壁をちょっと触ったり、あ、あとは休日は都内の、はい、まあロッキーとかオリンパーとか多いです、ね、まあそうですね、たまにいますね。そうですね。でこの間そのアイカちゃんにいろいろ話を聞いたら、はい、エイペックスはクライミング強くなりますって、あそこで登ると強くなります、クライミングが強くなりますって言ってたんですけど、その由縁は何なんですかね。なんですかね。まあでもそのジムの大きさ的に言ってしまうと、はい、やっぱりあんまり大きいジムではないですよ、うん、100坪ぐらいの。そうですね。それであんまりあの壁の高さもないんで、はい、そこがどうしてもそのなんだろう、大味な感じのテイストとかも、はい、まあ、出せないっていうのも、はい、出せない、まあ、そうありますし、まあ自分たちがそう元からそういう風なスタンスで課題を作ってないっていうのもあるんですけど、やっぱりその、まあ、岩場で登れるようにすることを、まあ、目的とした、まあ、保持力、うん、そうですね、まあ、ベースの課題をメインにはしてますね。なるほど、まあ、自身、まあ、セットもされるわけじゃないですか。そうですね、そういう心がけでセットしてるっていうのがあるんですよね。そうですね、まあ、動き系も作りますけど、まあまあ、このジムに来るお客さんが、はい、まあくまでクライミング強くなれるようにそうですね、っていうふうにセットしてると、そこは重きを置いて意識してますね。いや、いいですね。まあ、今のエイペックスみたいなのがあって、イワイワした感じのムーブとかっていうのが、なんかそういうコンセプトでセットしてくれるジムって結構減っちゃったのかな。そうですね、まあ、でもやっぱり結構眩しい壁がその強くなるには
もう大きな要因かなと眩しい、強くなるには眩しい人、はい、そうですね、眩しい気、まあ、眩しい気って要はあれで課題を自分らで作って自分らでサイクル回してっていう、そうですね、まあ、その眩し方も結構大事かなと、はいはいはい、予定の、まあ、あの眩しい気は全部自分が基本的にもう 95% ぐらい自分がもう好きな方とバン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 眩してそれ自分のトレーニング用っていうのを兼ねて、まあまあ、まあ、もちろんあの営業なんでそのガバとかもつけますからね、まあ、それでも悪いと思います、なんでこれ自分でつけたんだと思います人類の 99.9% 悪いと思いますからね、もうそうですね、それでやっぱり課題を自分で設定して3ヶ月とか打ち込んで登れるのもありますから、やっぱそう考えるとその強くなるかなっていう実感はありますもんね、なるほど、じゃあ強くなるにはエイペックスと、やっぱりそうですね、強くないにはエイペックスぜひ来てほしいです、ぜひ来てほしい、そっか、まあでも山内誠も社員としても働いている、そうですね、セットして、まあ、それにもうエイペのセットはもう2人とも入ってます、まあ、その2人がセットしてたら、まあまあ胃は強くなるだろうなっていうまあちょいちょい僕も辛い辛いちょっと言われちゃうときもあるからねうせえな強くなれオフシーズンのトレーニングで指トレとかってどのくらいの頻度で行ってますか、頻度的にはあのオフシーズンっていうと、うん、やっぱ岩場で考えると夏、まあ、こっからですね、こっから6月から、まあ、基本的に岩場はそんなにもう行かないんでトレーニングメインになるんですけど、あのやっぱりビーストメーカーが多いですかね、はあはあ、でどういうトレーニングしてるんですかビーストメーカー、まあ、基本的には懸垂ですね、ビーストメーカーで懸垂、懸垂ですね、もうあそこの、まあ、いろんなあのポケットとか立ちがあるんで、はい、それで自分で、まあ、メニュー組んで、うん、この懸垂何セットして、まあ、どんぐらいちょっとレストして、はいはいはい、まあ自分で組んでる、そうですね、そのメニューを作る上で何か気をつけた方がいいこととかあります、まあでもあんまりやっぱり負荷が強すぎるとその数こなせないし、やっぱちょっと手首とかでもすごいくるんで、うん、一時そうですね、もう一日まあ100回以上も懸垂しまくってたら本当手首がなんかガクガクになっちゃうんです、まあ、そもそもそこまでできないですからねだからそうですね、頻度としてはミストメーカーちょっと負荷がかなり高いんで、はいはい、週3とかでももう全然十分、週3、週3ぐらいにしないと、まあまあまあ、もはや壊れるかもしれないですね、指が手首が本当手首にきます、はいはい、ああなるほど、手首、まあそうですね、結構こうやって押さえて、ね、それがこっち行かないように手首で押さえる感じもあるし、まあだからできるところから10名とかで、まあ、まあやるから、まあ8回、2セット、3セットとか無理のない感じでやっぱそうですね、自分ができる範囲でメニューを考えてやっておいてますよね、どのぐらいできるのかって試してみてください、継続できることがやっぱり大事ですね、やっぱそうですね、1日しかやらないとかもう1週間しかやらないとかあんまり意味ないんできつすぎると、そうですね、だからそうこなせるメニューを長く続けた方が絶対強くはなりますね、だそうです、ヒールフックをかけるときに意識していることはありますか、多分自動化しちゃってるっていうかもう普通に無意識にやってるかもしれないですけども、あえてもう言うならばヒールをかけるときに意識していること、はい、なんかかかとだけ引っ掛けようとする人は多いですけど、うん、もうこの太もも、はい、もう足全体を使って、そうだからここだけかけようとするとどうしてもこう、はい、うまく体重がかからず、そうですね、なんかここもうまく使って、なんだろうな、ここで書き込むような感じ、ここを使って、そうつま先のかかと板みたいな。どうほんとこうかか、うん、やっぱこっち目のそう、なんかこのヒールをかけた上でどういうふうにあの力を入れるかっていう、なんかこういうイメージ、そうですね、よく向きが、そう向きは向きるヒールがかからない人で多いのはつま先がなんか上を向きっぱなし、うん、ただこうかけるだけだと、はい、なんかやっぱ荷重というかうまく引っかかってるって感覚もない、うん、だからこうかけた後はしっかりこう寝かせる、そうこれがこれですね、こっちのそうつま先をこちらが出てこうちょっと外側お尻側に向けると、外側でかき込むような、そう言語化ありがとうございますヒールをずっとしてきたんで、はい、逆になんかトゥーができなくなっちゃいました、あじゃあトゥーのコツを知りたいと
そうですね教えてください。じゃあエーペックス行って教えてあげてください皆さんもうやっぱヒールしてるとなんていうんだろう、もうずっとやっぱそこを寝かしてずっとこっちに力を入れる、力を入れてるから、これをこっちに引く力がすごい弱いんですよ。だからかなどうせですこの人言い訳してますこれは結構いやでも意外ですね、なんかそんな2のやり方誰か教えてっつって、まあ、でもノブシンがやっぱ2めちゃめちゃうまいんで、そうですよね、でも聞くしかないです。教えてくれるんですかね、まあ、ヒールと引き換えにヒールの仕方と引き換えに教えるからそれ勝手にそこでやってくださいね面白い。なんで登るときに声出ないんですか。あ、なんですかね確かなんかでも元からそういう叫ぶクライマーじゃないから、うん、なんか どの動画見ててもそんな声出てなくねみたいな。全然、いや声出ないですね。たまにうってこうそんな腹に力入るときありますけど声にはならないです。あーってやんないですよね。声出した方が力が出るんですかね。いや、なんかボルダーだと恐怖心を紛らわすっていう意味で声出すたまにありますけど、あんま僕声出さないですよね。ルートとかでこうやばいマジパンプしてるやべえって時に声出すと呼吸ができるから、吐いたら呼吸できるからいいよっていうのはたまに聞くんですけど、それでもあんま声出そうと思わないですよね。まあ意識的っていうかもう無意識に出るんですかね。やっぱ出る人は出るんですよね。すごいですね。日本で叫ぶ人って誰だろう。でもやっぱ小山田さんとかすごいです。あめちゃめちゃ気合入ってますよね。まあなんか動画見ててなんか声入ってる方がなんかちょっと気迫を感じるというか、なんか見てて最近そうなの、クライマーあんまり声出すって人いないの。確かに若いっていうか、まあ、20代前半とかのクライマー、それより下のクライマーってあんまり声出してんの、どういう人。まこっちゃんとかも昔はすごかったですけど今はなんかしばらく声が出ないクライミングしてたらもう全然出なくなってなるほど。まあ別に出さないわけじゃなくて出ないと。そう、なんかやっぱしばらく出さないと。しばらく出さない続くとやっぱ出なくなるんじゃないですか、ね、でも出し始めたらすぐ出ちゃうのかもしれない。確かに逆に一回出したらもうずっと出すかもしれない。なんなんだろうな。まあでもなんか本当恐怖を紛らわすために出すっていう人は結構いて、そうです。何フェチですか。何フェチってまあ、そことしか書いてないからわかんないです僕はただクライミングチャンネルのストーリーで聞きたいことは何ですかって聞いたらこれが来ただけなんで。でもそれクライミング関係なくて体的な体的なフェチが終わりで。ああ、そしたら何だろう。俺も結構声とかは好きですね。好きって自分は声出さないくせに声叫び声を出さないけど。ああ、何声が好きなんですか。何声こういうことするからその定義がつくんですよ。あ、でも彼女の声は好きですか。彼女の声は好きだそうです、はい、聞いてますか。どうすあ、彼女の声が好き。うん声は好きですよ。なるほど。声以外はまあ全部好きですけどちょっともうそのフェチって聞いたね。ほんとくだらねなるほど、声フェチと。じゃあ岩場とか行ってて、はい、こうなんか隣の岩とかで、はい、なんか可愛いシャウト聞こえたら、はい、確信でやめやばい聞こえないしてたら落ちる集中ですね。だそうですくだらねえ本当乾き手ですかぬめり手ですか。あで、はい、その対策を知りたいです。対策、まあ、実際やられてる対策がある何場合ないからはなんか自分のその体質が変わるってことはないとは思うんですけど、高校の時まではなんか乾き手だった気がするんですね。でなんか大学入ってなんかすごいぬめるなって思って多分変異したのかもしれないですけど、今はすごい汁手ですね。なんで大学でそんな変テニス入ったからですかね。そういうことえ、まあじゃあ今まあ汁手みたいな感じ で対策っていうのはもう特に対策っていうのはないんですけど、やっぱり今使ってるそのチョーク、はいはい、フリクションラボを一応サポートしていただいて、はいはいはい、その使ってるチョークが、まあ、自分のこの手の体質には合ってるかなと。ちなみにフリクションラボ何使ってる。ゴリラをもうずっと使ってて、ゴリラだけなんか混ぜたりして。混ぜてないですね。あとはあの液晶もあるじゃないですか。はいはいはい、ありますね。そうですね、あれも結構自分の手にも合ってて、
すごい吸収してくれるんですよね。あ、そうですよね。そうですね。その特にゴリラはその岩場のフリクションと自分のこの皮膚の体格がすごい、ま、うまくフィットしてて、結構ガチガチっていうか、まあまあもうそうガチガチやっぱ、ね、でも岩場行った後とかはもうすごい硬くなっちゃいます、ね、あ、人工皮膚は全然登れなくなっちゃいます、ね、なるほど。まあなんかシルテにはゴリラいいんじゃないかと、だそうです。いいと思います、まあ、いいっすよね。たまに使ってるんですからね。東京粉末とゴリラどっちか、はいはい、まあ、僕混ぜたりしないですけど、はいはい、東京粉末切れたらゴリラ買う、はいはい、ゴリラ買おうと思ってゴリラなかったらまた東京粉末買う、どっちか使ってるんですけど、結構似てる気がして自分からすると加工がもうほんとすごいですね。そうそう、それなんです、ね、なんかもう、そう、他の2種類と比べても抜群に分かります、はい、このキシッと止まる感じはあります、はいはいはい、キシッとなんかチャンクも、チャンクもなんか程よい、そうです、ね、程よい大きさでボルダーのバケットに入れると使いやすいし、あ、なんか、あ、普段どこの自分に持ってますか、またお会いした時サインや写真をお願いしても平気ですかって来てるんですけど、ちょうど今日シフト中になんか自分知ってる人が、あ、そうなんですか、お客さんが来られて、はいはい、サインくださいって言われて、あ、ちょっと、じゃあ久々に書いたんでちょっとちょっと書けちゃう、ちょっと怪しい、あ、やばいやばい、全然書けなんか滑らかに書けない、まあでも来てくれたらいくらでもと全然書きますよ、はい、おでこにでもほっぺにでも、はい、来ますよと、自分のサインでだそうです、積極的に声かけてください。まあでもなんか言われたら嬉しいですもんね。そうですね、全然もう悪い感じはしないですねそんな聞かなくても、わざわざ聞かなくても、はいはいはい、疲労回復のために何かしていることはありますか、うん、一応サプリメントとして、はい、あの、パワーナビから配布していただいてるので、そうですね、そのもう結構攻めたトレーニングをした後とかは必ず飲んでますね。登った後に飲む。そうですね。登ってもうすぐ飲みますね。パワーナビ。はい。あ、粉なんです。粉なんですね。はい、ああ、ボトルに入って、はい、こうスプーンで。ああ、なるほどなるほど。あれ、味しないやつ。味はしないです、ね。ないですよね。本当に粉でこうやって飲んで見せ合わせてってやつですね。ちょっと飲みにくいっていう人もいますけど、なんか、まあ、自分的には一番効果が実感できてるんで、うんうん、どういう感じに実感できるんですか。やっぱその次の日の疲労感の残りは。はい、やっぱ飲んでない人と比べると、うん、なんかなんとなくですけど、その軽いな、そう軽いというか、取れてる感じはあるんですね。パワーナビ。はい。基本的にはその登る前と登った後すぐに飲んでます。使い、もうジムで飲んで。ジムで、はい、飲んでます。いやなんかそういう使い方とかもあんまりみんな知らないと思うんですよ。うん、使ったことないし、どうやって使っていいのか分かんないから、なんかよく分かんないから買わないよね。実際効果はあると。効果はありますね。うん、だそうです。あとはもういっぱい寝るしかないです。いっぱい寝るしかない、はい、価値のしすぎで、関節を痛めてしまった時のケアの方法とかって何かありますか。痛めてしまった時のケアを、痛めてしまった時、まあ、さっきその痛めないように、まあ、トレーニングはまあほどほどにっていう話だったけど痛めたらまあもうちょっと病院病院じゃないですかね。あ、まあでもそうですね、あの千葉の、はい、青葉病院ってところに、千葉の六角先生って分かりますか。あ、でかいの痛めたらもうすぐそこ、はいはいはい、おすすめですね。あのフェイスブックの写真、こういう人ですそうそうもう話何でも分かるんで、はい、千葉の青葉病院、はい、行けばクライミングの関連もやってくれると。雪のパキッタとか、ちょっと関節痛めたって時は、はい、あ、ケアは、まあ、ケアはそこに教えてもらってっていう話。そうですね、もうあとは登らない選択肢しかないですよね。怪我の度合いにもよるし、あんまり分かんないな。あんまりこう我々も医者じゃないから変なこと言えない。他も専門の人に、そうですよね。ひどい場合は青葉病院の六角先生に聞いていただければ。はい。次落としたい課題は何ですか。次。それは日本で。あ、もう日本でも世界でも。じゃあ。世界だったらもう腐るほどありますけど。国内はもうあんまりもうこれっていうのは今はない。そうですね、まあ、今はそうですね、既存の課題だとあんまりないかな。今プロジェクトを、そうですよね、大体プロしたいかな。水垣のディサイレッド SD、 はいはいはい、動画いっぱい上がってましたね。そうですね、あれは結構すごいかっこいいんで、田尻さんが今すごい勢い、結構そうですね、惜しい感じになってるのかな、うん、ディサイレッドと、あとアサリマダラの右のラインを自分はちょっとやってて、はい、
プロジェクトですよ、それ。そうですね、それもプロジェクト。あんまりまだ望みが見えないんですけど、まあ、あと一手のとこまではバラしてるんですけど、ほう、この一手のランジなんですけど、はぁ、あ、とにかく悪い。いや、楽しみ。これは、いや、今、アサギマダラの右、どこだっけ、右っていうと、俺、何かあったっけみたいな、どれぐらいまで行っちゃう人多いですよ。そうそう、どこだ、どこの話をしてるの、内定の、何、内定の、はいはい、こんなギザギザ部分みたいな、うん、模様があって、そこがなんか、アサギマダラ登った後に、もしかしたらいけるかもみたいな、見えちゃった。そこでちょっと見えてしまったと、ラインセンサーがちょっと引っかかってテスト中に流れてたらあれいけんじゃねえかと触ったらもうめちゃめちゃ悪いめちゃめちゃ悪いけど、そのワンブームができればあでもまあまあ触り始めたらもうやるしかないので、そうですね、触らなきゃよかったと。いやでも楽しいですね、そんな、そうですね、俺の相当やばいランジ、ランジなんて、ランジが2回あるんですけど、そう、上のランジはそこまで、2個目のランジはそこまで悪くないけど、でも相当高いんで、落ちたら相当危ないですね。こうポケットにこんな悪いスローパーというか、なんかこういう内傾したホールドから飛ぶんで、しかも高さがもうその時点で 5メーターぐらいなんで、下地は、まあ、下地は、まあ、そうですか、ね、結構下地も怖いです、ね、いやちょっと気をつけてください。あまり悪いニュースを聞きたくないけど、まあでも楽しみにしてますね。で、日本はそのプロジェクトがあり、じゃあまあまあ今のそうですね、今のところ海外だと、海外だと、まあ、やっぱコロラドで今回初めてトライした、はいはいはい、ディファイングラビティっていう課題があって、はいはいはい、ロッキーマウンテンとかあのボルダーよりももっとずっと下に、そう、デンバーからまあ2時間以上車で南に下ったところにあるんですけど、とにかくかっこいいですね、かっこいい、こうハイボールなんですけど、このスパッと150度ぐらいかな、はいはい、傾斜でスパッと切れて、で、まあ、ランジ2発なんですけど、本当にランジ、まあそう、何をランジなんですけど、本当にそのフェースが、フェースその、うん、見た目が本当かっこいいです、ね。ああ、いやー、いいな、なんかそういう目標が使えるといいな。そう、本当、うん、じゃあ、もう一回コロラドには行くと。行きたいですね、その課題は、本当、まだ何で言うと。はい、ジミーしか登ってないんで、わあ、そこに登りたいですね。いや楽しい、めちゃくちゃかっこいいです。楽しい。ワーフィンガー懸垂の動画はいありますけど、はいはいはい、あの懸垂し終わった後のこうなんかリターの何か腑に落ちない表情なんだったんですか。腑に落ちない。腑に落ちなかったかな。この子の腑に落ちない表情なんだったんですか。なんですかね。まあ。そうかな、なんだろう、もうちょっと多分ロックのなんか多分もっといけると思ったなるほど、どっち行くんだろう。でもそう、なんか2回インスタで2回確か投稿して、この間アメリカではいはいやった時に、その前の前やった時よりもこのロックの時間が、はい、何秒だろう、まあ5秒ぐらいできたんで、はい、まあ、すげえと思って、ああやっぱ岩場のツアー行ってると、なるほど、こんななんか一気に成長というか調子上がるんだって思ったんですよ。あ、じゃあ調子良くて、あ、意外にできた、意外にできたなと思いますけど、みたいな顔、どっちのどっちの状態、どっちの投稿に対してなんだ。なるほど。でもそのアメリカの時は結構嬉しかったです。 あれ嬉しかったな、もう痛かったですよね、それ嫌じゃないですか。そう、それかもしれないです。あ、なるほど、なるほど、あんな痛かったなみたいなそれ痛いわ、少しマスクかかんないですもんてか、ワンフィンガーってワンフィンガーであんなに強くかける必要あるのかっていう、あれは何のためにやってるんですか。何すかね、なんかもう自己満足しんちゃん、しんちゃんも言ってたのはそう、本当になんかあれはなんかできんじゃねっつってやってみて、できたやつを動画に載せてるみたいな、もう自己満、もともとはなんかその白道ってあるじゃないですか、はいはいはい、あの一本指のランジ、はいはい、あれの上部だけ、バチュラレット、はいはいはい、ってな、そう、それを初めてやった時にもうなんか全くできなくて、はいはいはい、このかなりやばいなと思って衝撃を受けて、もう一本指とにかく、なるほど、あの頑張ろうと思って、これはワンフィンガーだと、そうで、鍛えてあれはどうにかなるレベルなのかなって最初はもう本当に思ってて、ああでももうなんかビーストメーカーひたすらこう懸垂しまくってたら、そうキックリッてそう登れそう躍動まで登れた、はい、そう登れたんですけど、登れました、そう、なんかでもそこで
なんか案外一方に楽しいなって思っちゃったなと思そこは違う、だからそこでやめずになんか別のことできないかなっていろいろ。ああじゃあしんちゃんと一緒なんですね、そういうところは。もうだから自分の好奇心みたいな、そうどんなことができるんだろうみたいな。ああ実験みたいな。そうですね、実験。なんか強くなりたいってのもありますけど、できたらこんなことできたら面白いなみたいなこんなことできたら面白いなって安っぽいっちゃったと。あなるほど。なんかあの白道、それこそ白道の話、ミシカが白道の本当にですか。そうですね、すごいっすよね。あれやっぱすごいんですか。いや白道実際目の目の当たりにしたことがあそこまで歩いてたことないんで。はいはいはい。そうそう、なんか2回ぐらい一緒に白道のルーフに登ったことがあって、うん、その時はなんかもうあのバチョレットは登った後で白道を打ってて、はいはい、下のバリエーションのパートを打ってたんですけど、はい、その時はなんか結構まだバラシとかがあんまり、うん、そのかまあ完璧にできてるっていう感じではなかったんですけど、ついこの間そうついこの間登っちゃった数日後に登ったっていう。なんかあの苦戦してたパートをそんなすぐ解決したやっぱ彼女強いと。すごいっすね。日本のクライミング界の商品になるかもしれない。もうまあもう十分背負ってもう十分背負ってもらえね、はい、とんでもないですね。いいなぁ、すごいなぁ。俺が登れたら楽しいんだろうなぁ。そうっすね。何歳でしょ今。ミシカ中学生か。あのライン残っちゃう、すげえ恐ろしい。ここでもすごいの。なんかこれ登っちゃうみたいな。わけわかんない。相当指つるんちゃう。本気シューズは何ですか。本気シューズ。本気シューズはアッパラレルのレグルスとアップライズ。アップライズ。で持ってきてもらっていいですか。はい。すいません。ちょっとこき使ってね。大丈夫。はい。これがレグルスと。はい。こやつ。これこっち使う。これレグルス、あれでもレグルス確かしんちゃんも履いてる。そうっすね。シミは赤い方かな。あー確かに LV の方。はいはいはい。こっちの方がハードソールで LV と比べるとちょっと硬い。レグルス硬いも確かに硬いですね。でこっちがアップライズさらに硬い、さらに硬い気がします。アップライズとレグルス、こっちの方がさらに硬い。これ使い分けとかってある。そうっすね、まあ、基本的にはレグルスですね、はいはい、基本レグルスで、じゃあでこっちもう本気のヒールが出てた時は本気のヒール、はい、もうやっぱこっちはダウントゥーシューズなんで、はいはい、こうフラットに比べるとどうしてもちょっと負けちゃう時があるんで、そう、ね、結構確かにそうな、本気のヒール、例えばどういう どの課題で使ったのか。結構もうどこでも役立ってますけど、アメリカのツアーで言えば、はい、ミラーリアリティって課題があって、それが普段ランジして確信を止める課題なんですけど、なんか繋げてきた時に全然できなくて、はい、なんかこんなレスト中にホールド探してたらこんなちっちゃい、うん、そうほんと数ミリのエッジを見つけてそこにヒールすればそのランジパートをショートカットしてその次の手に取れるんじゃないかって思って試したら、それがなんかすごい効いて、ショートカット出ちゃったかも。出ちゃいました。そう。なるほど。そういう時に使うのがこの靴と。そうですね。まあ、なんか今ちょっと例えがあんま良くないかも。でもなんかそういうなんかわけのわかんないエッジとかに、ブリックリーでもヒールをしなきゃいけない。そうですね。本気のヒールシチュエーションは本当にこっちにして。そう。何が違うんですか、ヒール。まあ基本的に形は一緒ですけど、あとはベルクロにもあってこう。まあフラットシューズなんでこっちの方がどうしてもこうヒールをした時にここが負けにくい、こっちはこうフラットジムかかるんですけど、なるほど、フラットでしかもソール硬いからヒールグッて力入れた時に靴が負けないと。そうですね、あとはエッジングとかすごい硬いエッジとかはフラットのこういうシューズの方が乗せやすいですね。あんまり傾斜がない時も、はいはい、こっちはどちらかというと傾斜が、傾斜ルーフとか書き込むときはすごい使います。なるほどですね。ああそれいいこと聞いたな。フラットで、まあ、しかもソール硬いと、まあ、靴がヒールかけた時にグッてやったときに負けにくいですね。確かに、まあ、基本的にはコンペも岩もこっちのこっちですね。どうしてもヒールとか、まあ、エッチングで困ったときはこっちに切り替えてって感じですね。
今使ってるシューズはもうこの2種類だけ。もう基本的にこのそうほとんど2種類、はいはいはい、他はほとんど使ってないかな今のは。こっち全然持ち方が嬉しい。まあ基本そうですね。もうこの2足があれば大体何でもできます。まあプライスとレギュレスあればなんとかなると。今は困ってないです。このこれでもアメリカツアーもやりきったと。やりきりましたね。いや楽しそうだな。いいなですね。シューズで困った場面ないかな。前はずっと配布店に入ってやってそうですね。それでこっち。そうですね。去年配布店からのこうなんかこうなんつうの配布店ずっと履いててこっちに来る、はい、なんかあんまりその違和感的にはなかったシューズの結構似てる。そうですね。配布店の時も基本的にはフラットシューズ、まあ、ダウンとシューズ両方入ってたんで、あ同じ感じでやってた。そうですね。で同じ感じのまあこのシューズに関してはすごいですね。運転の時よりも、なんか自由度がさらに上がるというか、何でもできる、より何でもできるようなシューズになった気がします、ね。じゃ結果的に良くなって、これはそうですね。最初入った時すごい。ヒールがまずダウントゥーシューズってもともとなんかヒールかかるイメージなかったんで、もう全然履いてなかったんですけど、これ試した時にもうエッジなのにすごい使うなとか、ダウントゥーしてて負けそうなのに。構造的に構造的にかかるゲート。もちろんダウントゥーだからこう書き込みもしやすいし、あとこれ何でもできるシューズじゃんってなって。だそうです。万能だそうです。万能ですね。結構そうですね。うちのお客さんとかも履いてる人最近多いです、ね。まあ、それは村井効果でもなく出会ってほしいです。出会ってほしい。目標は何ですか。まあ目標はもう 今のところはとりあえずそのさっきのプロジェクトを、はい、とにかく進展させること、はい、朝日原の隣右隣からディサイトの SD ディサイト ST この2つをできればバラしたいですね、はい、なるほど。頑張って今年、はい、今年バラしたいし、いや楽しみですね。まあ、夏の間バッチクソにトレーニングして、うーん、そうですね。シーズンビーストメーカーで、はい、トレーニングしまって、またビーストメーカーで、はい、楽しい動画を上げてくれると、いやあれなんか見てて面白いですよね。この間しんちゃんに遊んでんだよ人でこんなこんなことやってできるんだよ。あれは結局遊んでたらしい。保持力を持て余してそう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 保持力を持て余してそうなんか ああいう面白い動画とかも作ってくれたら保持の無駄遣い動画、そう保持力の無駄遣い日本でこの人の保持力には勝てないみたいな。ああ、でもやっぱ本心かな。ああしんちゃん、いやなんかビーストメーカーの動画見てるとやっぱり絶対自分でできないなって思いますし、なるほど。ロッキーとかの勝ち課題とか、はいはい、なんか4撃できましたとか3撃できましたとか、はい、見て後日行ってやってみて4撃っていうかまずできないですよまずこれ持てないだろみたいな。ああ、まあ、そうだから、保持力は何しろこういう人は俺なかなか見たことないっていうか、今のところは見たことないあれ本当すごいと思いますね。じゃあ全然話変わるんですけど、次回そのクライミングのインタビューとか してほしい、この人のいろいろ、このクライマーのいろいろ聞いてみたいとか、そう言いますか。まあでもやっぱミシカちゃんの、はいはい、その数々の、はいはい、数々関東についてのなんか背景とかは、うん、結構聞きたいですよね、はい、なるほど。じゃあ、西川ちょっとお願いします。わかりました、任せてください、そのうち他はいないですか。他は、なんだな、岐阜の亀ちゃんとかかな。はい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 、彼もやっぱちょっと課題名忘れちゃいましたけど、あのシャルルの V17 を、はい、登ったり、裸足のシャルルの、そうですね、登そう、なんて言うんですか、まあ、結構ヨーロッパの方でいわゆる、はいはい、はい、なるほど、成果残してるんで、そういう話は聞きたいですよね。なるほどですね。じゃあ機会があればぜひお越しいただければと思いますので、はい、小田桃花さんの話はいろいろ聞かなくて大丈夫ですか。聞かなくて大丈夫。あ、聞かなくて大丈夫。聞かなくて大丈夫。聞かなくて大丈夫。大丈夫です。多分まあ、はい、あ、まあ、あんま別に需要もない。あ、幸いでございます。はい、今住んでるのって、はい、都内に住んでる。
今はそうですね、一応都内、一応都内、一応都内、結構気にしよう、そうそうそう、あの、はい、夜更かしで、夜更かしで、すられられてる、あそこ、あのディープな街、ディープな街、はい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 、あれ、小田桃菓子は別に、いや、一緒に住んでる、一緒に住んでる、はい、なるほど、じゃあ別にあれ、あの、まあ、そこから出勤するときも、もう新宿まで一緒みたいな、そうですね、そうですね、あんまり時間かぶったりしない、時間かぶったりしますよ、その遅番とか早番で。まあ時間が合えば一緒に行きますよね。なるほど。だそうです。はい。だそうです。こっち見ちゃいけない。なるほど。何の話。そういうチャンネルだと。いや、そういうわけではないですけどね。まあ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 。これなんかお酒とか置いてやると面白いかもしれないですよね。これ。クライミング裏チャンネル。ああ、確かに。なんかやってますもんね。海外のクライマーとか。そう。そういうなんか投げるっつとか。なんかそうトークするチャンネルみたいな。やりますか。やります？なんか定期開催しますか？なんかそうですね。なんか新しいトピックがクライミング界にポッて出た時にそれについて語るみたいな。まあ1対1でもいいですし、まあ他何人か呼んでも。ノブさんとか呼んだら確かに。お酒飲ませない。いろんなジャンルのそうですね。人呼んだ方が面白いかもしれない。確かにいろんなジャンルのクライミング、例えばそのボルダー代表みたいな感じ集めて、あとはまあそのトラットとかやってる人とか、そうですね、あとはアルパイン呼びのクライマーの人とか、はい、そういう人たち。まあ、そのご要望受けたまわりさんで、はい、ぜひ機会があればお越しいただければと思いますので、ぜひ AP の方にも遊びに来てください、はい、遊びに来てくださいっていうか、まあ、行きます、すみません、行きます、行きます、行きます、そうですね、土日、まあ、基本土日空いてるんで、はいはいはい、雨降った時とか、普通に行きます、え、いつ行くんですか、じゃあ、四ツ谷だと、まあ、平日になっちゃうんで、まあ、土日だったら新宿かな、まあ、まこっちゃんは、はい、土曜日とか。まあ、いますんで。わかりました。まあ、どっちかがいいんで。まあ、まこっちゃんとかも、いずれ機会があれば、ここに多分。そうですよね。うん、次は俺のパンだなと思って、スマホで。あいかちゃん来て、あ、俺来て、みたいな。言っときます。ね、次、当たるよって。当たるよって。もしじゃあ、毎日確認しようぜ。まあまあまあ、機会があれば、いただければね、そのいろいろお話しさせていただければと思いますので。はい、じゃあ今日はお忙しいところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。こっち、こうすればいいですか。いやいやいや、いやいや、ちょっと見なくていいですね。はい、じゃあ APEX お待ちしてますんで、気軽にお声掛けください。お願いします。だそうです。じゃあありがとうございます。